ます。はい、出してください。これは月食じゃないです。はい、どうぞ。まあ、ビデオもつけておきますか。はい、はい、すいません。ソニーグループコーポレーションの田中と申します。アジェンダのページのところに書いたんですけど、私のプレゼンテーションは1枚、内容は1枚ですね。で、なんでこういう話をしているかといいますと、前回のジャンボリーで、富士通の方が、ディストリビューションの比較検討の話をプレゼンテーションされて、でそこで、なんかその発表の終わった後に、なんかディストリビューション同士のなんかバージョンの関係とかってどうなってんだっけっていうのがちょっと疑問になって、ちょっと見てみ、ちょっと探してみて、そしたらレッドハットとかはまあこういう、レッドハットとセントスと、まあ、フェドラの関係はまあセントスがなくなるっていう騒ぎもあって、なんかいろいろこうバージョン関係とかがある図があるんですけど、デビアンとウブンツーの関係の図っていうのが探したけどなかなか見つからなかったんですね。まあただまあそれここにあるよって今ここで言っていただけると、もうそれではいありがとうございましたって言って終われるんですけど、まあちょっと私の方では見つけられなかったので、自分でちょっといろいろ情報を集めてきて作りましたっていうのがこの図です。で本日の発表はこの図なんですけども、一応この図作るためにどういう情報をから持ってきたかっていうところは全部ここに、後ろの方にリンクはリファレンスは置いてあります。で、まあ、作ってはみたものの、これが本当に正しいかっていうところをやっぱり確認したいということがありまして、今回発表させていただきますというところです。はい、で上、この図の上がデビアンで、下の、まあ、青系のところがデビアンで、で下の緑のところがウブンツになってます。基本的にそのデビアンのアンステーブルと言われている SID って書いてありますけど、トイストーリー的にはシドと呼ぶらしいですが、はい、これのラインがここの真ん中にあって、でデビアンは、ここのシドのラインからテスティングのラインに、まあ、ラインに行って、そこから、まあ、テスティングのラインからステーブルバージョンになるという流れになっていますっていうのがここに書いてあります。で、まあ、細かいことを言うと、ここのテスティングのラインは多分1本ではないとは思っていて、1回1回分かれている。ストレッチとバスターの間、そのまま連続でつながっているわけではなくて、まあ、分かれているとは思っているんですけども、まあ、これは図を簡単にするために、一本の線として表しています。で、デビアンの方は、まあ、なんとテスティングのブランチが分かれた後に、まあ、フリーズの期間があって、その期間になると、このアンステーブルのラインから、必要なバグフィックスに必要なものしか取り込まれないという、状況になっていて、でそのフリーズの期間が終わったらこう、まあ、ステーブルになってリリースされると、この場合はバージョン9でリリースされるというラインになっていますと、はい、でそれがまあこう次々バージョン続いていくって感じですね。で一方Ubuntu の方なんですけども、これは一回資料を公開した後に松本さんからがいろいろ情報をいただきまして、まあ修正したんですけども、Ubuntu の方は Ubuntu の方でまあラインがあって、そこに対してアンステーブルの方からこうパッケージを持ってくるという状況です。でそこの中で Ubuntu のリリースのまあページここの後ろにあるんですけども、ここのこれは開いておけばよかった、まあここのページにいろいろフェーズが書いてあるんですが、まあそのツールチェーンアップローデッドっていうところが まず最初のイベントとしてあって、でその後これですね、その後まあこうイベントがあって、こうどんどんリリースまでに続いていくという状況になってますと。でというところで、まあここからまあこれちょっと実際にブランチしてるかどうかっていうのは僕は分からないって書いてあるので、まあ、この辺も確認したいところなんですけども、まあ、ここをブランチしてて、ここも
Ubuntu の方もインポートフリーズっていう期間があって、その間はシンクリクエストっていうところを出して、アンステーブルのラインからマージされてくると。まあ、選ばれた、リクエストのあったものしかマージされてこないという状況だったと理解してますと。で、まあ、全体としてはまあこういう流れで、そもそも、まあ、このインポートフリーズっていうのは一体ここの間なのかとか、まあ、このアンステーブルから Ubuntu へのこの真空っていうのは自動なのか、大体定期的に行われてるのかとか、まあ、いろいろと疑問点はあるんですが、まあ、そもそもこの図で何か間違ってるところとかありましたらご指摘いただけるとありがたいなというプレゼンテーションです。まだ山根さんが来てないみたい。はい、はい、いますよ。あ、よかった。はい。あ、デビアンの山根さん。はい、最近は全然触れてないデビアンのことをやってますと。で、先ほどあったテスティングのやつがこう、はい、分かれてるんだろうなっていう話がありましたが、そんなことはないです。あ、そんなことないですね。小道ですね。おー、はい、よかったですね。で、ステーブルになるのは結局そこのラベリングが変えられて、その時点のテスティングがそのままえいやっていくだけになってますと。で、テスティング自体はそのまま一本道になってます。なるほど。で、アンステーブルからテスティングへの移行っていうのは、これは随時行われていて、このタイミングでやろうというのは全くない状態ですね。日々毎日クライテリアに合ってるものについては全部、落ちていくという感じになってますと。で、フリーズ期間中は RC フィックスオンリーかって言われると、フリーズの段階によって違います。一番最初がまあ、ソフトフリーズとかハードフリーズとかっていう感じで、こう何段階かに3段階ぐらいかな分かれていて、最初のうちはまあちょっと遅らせていきましょうねっていう感じだけですね。で、だん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 激しくしていって、最後は RC のみになっちゃいますよと。で、 RC のみの時は最後はレビューを受けて、リリースチームが GO ロゴを出すみたいな感じでやってるという感じです。 ありがとう。なので、その期間については最後は、リリースチームに対して、バグトラッキングシステムでもって、アンブロック申請というのをやって、で、こういう理由ですよと、ディフこれですというのをやって、 GO 同号が出てアンブロックがされると、そのパッケージがテスティングに落ちるという感じになっているよという感じですね。なので、そのフリーズ期間については、アンステーブルにアップロードされるパッケージは極端にテスト的にコピーされちゃうっていうのを恐れて少なくなってきていますと。私はこれはあまり良くないなと思っていて、アンステーブルにはガンガン上げてって、テスティングへのフィックスはテスティングプロポーズとアップデートとかに上げればいいのなといつも思ってるんですけど、そこら辺の話は出てこないですね。あ、すみません、確認していいですか。はい。このフリーズ期間っていうのはテスティングのラインだけじゃなくても、アンステーブルにも影響するってことなんですか。なんで、アンステーブルに上げて、で、テスティングの方に完全にブロックされない状態でコピーされちゃったりすると、ああ、と困るので、そう、一部の人たちについては困るなとか、あとは例えば、アンステーブルにバージョン1が上がりました、テスティングにコピーされました、2を入れました、3を入れました、4を入れましたって言って、フリーズ期間中のテスティングがバージョン1で、アンステーブルの方が4だった時に、1にも大問題が見つかりましたといった場合は、4をそのまま投入するんですかって話になるわけですね。アンステーブルにあるバージョンをやるんですか、それとも最小限のフィックスを入れて、テスティングにやるべきなんじゃねえのって話になるわけですよ。なるほど。なんで、そこは、お前ら自重しろよという言い方がされて、じゃあどうするのっていうと、アンステーブルと完全に独立したエクスペリメンタルというリポジトリがあって、そこに向けて投げる人たちが結構いるみたいな感じになりますね。で、終わったら、じゃあよいしょって、じゃあアンステーブルに投入し直そうみたいな感じになると。ただこれにも問題があって、エクスペリメンタルからアンステーブルにもう一回投入しな押すのを忘れることがあるわけですね、人間だもの。あとはその担当者がもうパッケージメンテナーがもう興味を失ったとかだったりすると、エクスペリメンタルには最新のがあるんだけど、アンステーブルじゃないよね、これなんじゃら多いという感じになってしまうので、そこら辺のこう運用としてはあまり良くないなと思ってますと。まあ、なんか結構あれなんですよね。そう、アンステーブルは常にヘッドを入れていいという建前はあるんだけど、
実際には全体 の, あの開発みんな知ってるからいい感じにあうんの呼吸でやってて、トラブルを減らすっていうのは、そこがある意味90年代からやってるデビアンの、まあ、強みというか、うん、っていうのがあるっていう。まあ、そうですね。フリー自体は基本的にはみんなぶっ込んでこうねっていう感じにはなってますね、というところはありますね。とただまあ、ものによっては当然入れたりすると問題が波及するものはあるよねっていうのはあるんで、うん、まあそこはコーディネーションが走って、じゃあどうしようね、問題点洗い出そうねみたいなのが、うん、まあ、担当者ごとに違うやり方でやってたりするっていうところですよね。まあ、大きな言語なんかのアップデートで、例えば、そうですね、まあ、パールとかだったりすると、うん、まあ、きちんとエクスペリメンタルにアップロードしておいて、それでちょっとパールチームがテストして問題ありそうだなって言ったら連絡するみたいなことはしてますね、というところがあります。まあフリーズ期間は短くできれば短いほどいいんですけど、まあなかなかそうもいかずという部分ですかね。はい、うん、ありがとうございます。チャットの方に吉田さんが、あの更新が止まってますけど、類似のものとしてと言って、あの結構面白げなあの絵を、ね、貼って入れています。あ、あるんですね。インフォグラフィックって書いた。はい、まあ、あのこれ、まあ、どっちかというとデビアンメインだけの話、はい、下の方に Ubuntu とか他の、あの派生のものがいろいろちょっとロゴが入っているぐらいな感じなものがあります。はい、ありがとうございます、はい、何かすごい超ビューティフルな資料でちょっと目、若干目がチカチカする。ああ、これね。しかも拡大がちょっとできなくて、文字が読め、うん、いや、これ元データもね、あの GitHub とかにあるんですけどね、あの SVG の形式で、数メガっていう、あのとてもマシンに負荷のかかるデータです。そういうことなんだ。うん、すごい これね、あの A4 あの20枚ぐらいに印刷しても、いや、あのやっと普通に読めるぐらいすごい細かいです。そうなんだ。あ、まだ見えないけどありがとうございます。ありがとうございます。まだ、あ、ダメだ、総理で、あともう一つ言うと、はい、デビアンのリリースについてはメジャーリリースが出た後は本当あとは細かい修正だけで、はい、まああんまり面白みがないよねっていう感じではありますよね。なんでバグフィックス自体は基本的にはアンステーブルに行くんですけど、はい、ものによってはステーブルの方にも行きます。あ、はい、これはというのがここですね、はい、ありがとうございます。で、よくも悪くもメンテナたちはアンステーブルしか見ない。あ、そうですね、終わったことですから、ステーブルはもう過去のことなんで振り向かないな。という部分はありつつ、じゃあそれどうやって見ていくのとか、え、だってオールドステーブルとかどうするの、 LTS があるあったりするんじゃないのとかいうところは今頑張って、あそこの人たちが、名前が出てこないや、 CIP ラファ、そうそうそう、 ラファエルとかのチームがやって、うん、そこに、東芝さんとか GitHub さんとか、CIP とかがスポンサリングして、やってるよと。で、そこに時間がある人のメンテナーが、まあ、時間工数を入れてってもらって作業するよということをやってますという感じですね。CVE みたいなセキュリティネタはステーブルに入れてあげないといけないよねっていうのは非常に分かりやすいから、うん、まあ、大体入るんですけど、うんうん、やっぱたまになんか、え、これ結構致命的だからステーブルで上げたくないみたいなやつも誰かが必要だって言わないと別にそれはステーブルに入れないといけないほどじゃないよねってみなされてそのままになるって、まああるある話な感じなんで、まあ、あとは正直、うん、そこをステーブルの面倒を見なきゃいけないのかよってい そうこっちはこっちで頑張ってもうガシガシパッケージやってんだからさっていう部分はあるので、それについては、CVE が出るような、まあ、セキュリティの脆弱性については、うん、セキュリティチームから連絡とかが来て、これどうすんのって話とかがあったりとかして、バックポートパッチ作って、これでいいですかってレビューして、じゃあいいよって言ったら、その
セキュリティアップロード級の方にアップロードするよみたいなことを、うん、うちの会社のブログに書きましたので、皆さん見てください。URL。ああ、URL 貼っとかないといけないのか。はい、ちょっと探します。CM にしましょう。CM。Ubuntu の方はそうですね、単純に定期的になのかちょっと分かんないんですけど、自動でずっと取り込んでて、そのインポートフリーズってした段階が、イメージ的には緑線が下にビュッて出てるところって言っても、まあまあずっと、はい、次の開発が始まったらずっと取り込まれ続けるっていう、リリースした次ぐらいから、チャットに貼ればいいのかな、はい、あ、お願いします。でシンクリクエストはインポートフリーズかかっちゃったから、うん、わざわざリクエストしないとシンクされないってイメージです。はい。これ当然一旦ここのラインにも入ってこっちにも入るって話ですよね、両方。そういう意味ではその緑線が嘘なのかもしれない。あ、嘘ですか。どっちが嘘ですか、短いのか。いや、その緑線、どうやって説明したらいいんだ、これ。Ubuntu のずっと横に走ってる線は、とある期間は 17.04 だし、とある期間は 17.10 という、単純に期間が切れてるぐらいな感じなのかな。わ、こっからこうブランチするわけじゃなくて、ここで。そう、ブランチしてない。ダイクしてないのか。まあまあ、実際にはアップトリポなんで、切れてはいるんですけど。はい、意外に正確に絵を描くって難しいですよね。まあ、雰囲気はでもこれで、全体図はこれで合ってるはずなので。まあ、大体その合ってればいいかなという目標です。はい、パッと見どうなってるのっていう時に分かればいいかな。はい、あ、すいません。はい、この Ubuntu の緑で上向きの線って何でしょう。上向きの線、あ、これですか。短い、それぞれの分岐した後に上向きに短い矢印が。8000で上向いてるやつ。あ、これ、この辺ですね。はいはい、これはバグフィックスが取り込まれるっていう話が書いてあったんですよね。それってこの向きなんですか。確かに。一応この2005年の古い記事によると、こういうこの向きにも、バグフィックスが取り込まれるという話があったので書いてます。ああ、はい。確かに、なんかよく確かに言われて指摘されたこの線なんですかな。書いてあります。本当かどうかは分かりません。ちょっと待って、ちょっと待って。確かに。なんかなさげな気がちょっとしました。なるほど。なんか違和感ありますね。言われてみて気づきます。古いバージョンでなされたバグフィックスが新しいバージョンにもアプライされますよっていう、そういう意思表示で、ぜひとこれ。そんなケース、普通逆ですね。新しい方で直って古い方に持ってくる。うん、同じ修正を古い方にもバックポートして当てているとか、そういう話？それは普通にありますよね。古いところから新しい方に。そう。古いところから新しい。そういうふうに田中さんが見ていた Ubuntu の古い資料を見ると読めるよねっていうのは、それ今の矢印、これこの一番右 の、うん、マコの書いてたやつですよね。うん、どうなんだろう、何なんだろう、これちゃんと英語読まないと分かんない。トゥーフォークはノットトゥーフォーク、シェイクスティアかよって感じだな、これ。まあ、書いた人がもともと学級系のことをやってる人なんで、彼は、うん、そういう人なんで、うん。実際にやられてるかやられてないかっていうのを置いといて、こういうパスもあり得るよという主張なのかな。まあ、それはありえないかな。とかって言ったらありえるけどみたいな、うん。まあ、めったにない。だから、今の図からは消した方がいい。消した方がいい。19.04 か 19.10 って上に伸びてるやつらへんと。はい。他の、あ、ですです。まさにそれ。はい、
私も見たとき気づかなかったと。まあでも点線だったということで、どうでもいいかな。はい。ありがとうございます。はい。他にありますでしょうか。はい、矢印でいくと、その、Ubuntu の方からバグトラッキングシステムに、はい、言ってるのは、そこまで太い線じゃないよなっていう。確かに、実情としてはそうかもね。難しいとこですね。どう言ったらいいのか。一応でも、ちょっとまあ。パスワールって感じです。でも、そもそも論で言うとあれなんですよね。デビアのメンテナーさんが Ubuntu やってくれてることもあって、先にちゃんとデビアに入れて Ubuntu に落としてるパターンもすごい多いから。まあ、そういうパターンが理想的で、一番両方とも兼ねてる人、キャノニカルのエンプロイーで、主要なことをやってるよみたいな人だったりすると、両方に入れていくみたいなのありますね。うん、例えば GCC とか BinUtilities とか Python とか、具体名を言うとマティアスクローズとかですね、あそこら辺の人が両方ともに入れてやってるよとか、うん、Apt とかもそうですね。もう同じことをやって、どっち両方ともちゃんときちんと見ていくっていうのはあるんですけど、やっぱりデビアのバグトラッキングシステム古くて使い勝手が悪いので、なかなかUbuntu側にポーンとやって、パッチはそのまま何もフォワードしないと。で、アップデートがあるたびにこのパッチは残しときますみたいな感じで、うん、バージョンがリビジョンに U1 とか U2 とかいうのがついて、うん、なってるっていうのは、まあ、ちょこちょこありますよねという感じではあると。まあ、報告してくれるのが一番いいんだけど、まあ、そうはなかなかうまくいかないこともあるねと。で、一番理想系は、やっぱり、アップストリームに入れて、うん、それが自動的に落ちてくるが一番いいなというふうには思いますが、うん、そうですね、後から入ったキャノニカルエンプロイーの人たちは、あんまそこら辺に頓着することはないですと。うん、自分たちの仕事として、Ubuntu としては治ってるからいいじゃんという感じの方は、印象論としては多いですね。はい、そこまでディテールはさすがに見れてないんで。ちょっとコメントにも入ってて、ディストロ視点よりも本家とパッケージメンテナーの視点の方が分かりやすくなる気がというコメントが入ってます。確かにそんな感じもするかも。本家とパッケージメンテナーの視点。どうやって絵に描くんだ。ああ、一番上をパッ、お元のアップストリームを置くってことですかね、金猫さん的には。まあ確かにそれも一つ。ああ、そっか。そういうふうに書けばいいのか。一番上が、お元の何かしらのアプリ A って置いて、それのリリースがこう定期的にあるって丸書いて、で、その下にデビアンシットを書いて、次にテスティング書いて、ああ、Ubuntu をどこにどう入れればいいんだっていう、難しいけど、ああ、うまくやっぱり絵描くの難しい。ニュアンスはでも確かに。うん、まあ、だからアップストリーム入れるとしたら、シードと Ubuntu のとこだけのリ、とこだけにしちゃって書くみたいな感じだったら、まあ分かりやすい。そうですね。一枚絵にしなくてもいいのか。うん、そうだ。一枚絵に全部押し込もうとすると。難易度が高くなるけど、確かに確かにそうっすね。金猫さんの言う通り、なるほど。パッケージングしたいアプリのリリースっていうのもこの中まずきちんと説明した方がそうないです。はいはい。他にどうでしょうかね。やはりこういういろんな伏線のリリースを持っているものって相互関係どうなってるのかななんていうのはすごく整理する価値ありますよね、きっとね。はい。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。大変、ありがとうございます。大変重要な情報ありがとうございました。はい、やはりジャンボリーって結局発言したり発表したりした人が一番得をする可能性があるんじゃないかなって確かに思ってるんでぜひ皆さん積極的に使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。